トランスワールド航空843便台端っことは1992年7月30日にアメリカ合衆国のジョンカイケネディ国際空港で発生した旅客機の離陸失敗事故である。離陸に失敗した旅客機はアメリカの大手航空会社であったトランスワールド航空の843便である。離陸失敗後乗客、乗員はすぐに脱出した。 機体は火災によって、同体後半部が大破した。事故機のトライスターアメリカ東部夏時間の1992年7月30日午後5時41分に、ニューヨークのジョンカイケネディ国際空港で、トランスワールド航空の843便が離陸に、失敗した。当該機には280人の乗客と12人の乗員が搭乗していた。843便は、 ジョンカイケネディ国際空港からカリフォルニア州のサンフランシスコ国際空港へ向かう予定であった。事故時は副操縦士が操縦を担当していた。離陸滑走をして車輪が地面を離れた直後に突然スティックシェーカーが作動した。スティックシェーカーは待機速度と迎え角の関係が一定条件になると操縦艦が振動して操縦者に知らせる装置である。これは その後発生するであろう、失速を予告し、操縦者に適切な処置を促すものであり、まだ失速状態に入っていない状態で失速を警告する。843便は失速するまでにはまだ余裕があった。緊急事態を察知した副操縦士は慌てて操縦を基調に手渡した。機体はすでに少し浮上していたが、 機長は滑走路の端に到達するまでに停止できると考え、離陸の中断を決定し、エンジンの水力を絞った。機体は16フィート浮上しただけだった。しかし、ほとんどの燃料が残っている状態の機体は、許容着陸重量をおよそ7万1000ポンドオーバーしており、さらに着地時の降下率が、降着装置の許容する6フィート毎秒を上回る14フィート。 毎秒であったためハードランディングとなった。これにより右主翼付け根と右主客間のリアスパーが破損し、中の燃料が漏れ出たため火災が発生した。機体は着地点からおよそ1500メートル先の滑走路左側で停止した。火災が発生し炎上した事故機の残骸機体停止後、客室乗務員はすぐに乗客たちを機外に避難させた。脱出には 機体の左側の前から1番目と2番目のドアと右側の前から1番目のドアの3つのドアが使用された。他のドアは火災が激しく危険なため使用されなかった。およそ90秒間で乗客全員が緊急脱出することに成功した。正規の客室乗務員の他に非番で同乗していた TWA 社員らが協力して乗客の緊急脱出を指示した。 死亡者はなく、負傷者は11人であった。国家運輸安全委員会は、この事故の原因は、不具合が検出されなかった、失速警報システムの設計上の欠陥、失速警報システムの反復的な誤動作を修正する TWA のメンテナンスプログラムの不具合、及び機長と副操縦士の間の不十分な調整により、誤った。 失速警報に対する不適切な対応が生じたことであると決定した。事故の調査で失速警報装置は向かい角センサーの故障により誤作動していたことが分かった。失速警報装置は向かい角センサーが感知した気流の変化によって作動する。しかし、その向かい角センサーが故障していたためスティックシェーカーが誤作動し、 パイロットたちは失速警告だと信じてしまったことが原因となった。装置が誤作動しているということはコックピットの契機に表示される。迎え角センサーが誤作動していることも契機に表示されていた。しかし、誤作動を知らせる表示はパイロットたちにとっては見えにくいものでもあり、表示されていることをパイロットは確認できなかった。また、 迎え角センサーの誤作動だとは限らないため、パイロットは本当に失速すると信じ込み、離陸中断を決定していた。ただし、それでも、機体の傾き状態からして、失速にはならないのはよく注意すればわかるはずであった。ため、パイロットたちの注意不足も、原因の一つであると言われている。ありがとうございます。